この国を一緒に変えていきましょう。君に私はあなたのように悲しい思いをする人が一人もいなくなることを願って総理大臣になったんだから、仕事も新しい命も絶対に諦めない。でも勝たなくちゃ。総理の夫日和君を利用しようとするなんてふざけないの。巨人凛子なら絶対大丈夫。さて次回の総理の夫は。いやもうすぐ秋ですね。秋といえば食欲の秋、サンマに梨、ブドウにお芋、考えただけでたまらないですね。世の中は総裁選挙真っ只中なので、総理大臣は誰になるんだなんて盛り上がってますね。さて次回は日和と凛子運命の総選挙、総理の妊娠発覚、永田町で愛を叫んだ夫の3本です。映画館にぜひ来てくださいね。取材はご遠慮ください。この方まだ一般人なので連絡がつかないので焦りました。専用のスマートフォンを渡します。必ず携帯してください。もしもし。もし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 。総理の夫。その格好は一体。母にラウンドに付き合わされてまして。藤宮さんはシンプルに怒り狂ってましたので。ですよね。じゃん。お豪快ゲットです。豪快。どうしてこんなすごい人がそもそも結婚したんですか。どうしてだろうね。総理の夫。うれうれ総理。ありがとう。もっと早からごめんなさい。はい。凛子さんもね、まさか総理大臣になるなと思わないじゃない。相馬グローバルの会長として意見を申し述べなくちゃ。彼女にうちの事情は関係ないって言ってるじゃないか。関係大いだ。総理の夫。行きますよ日和。どこに。国会議事堂に。え